ブライレイでの妹、適性もブライレってしまう、に対する視聴者の反応集。ブライレイでの半枚バロネッサ。3歳未勝利、芝1800勝利。3歳1勝クラス、ダート1800勝利、ニュー。なお、芝ダートどちらも2着に来たことあるのでやっぱり適性不明。芝の重賞で着外、しゃあない。芝の条件戦で1人気2着、わかる。自走ダートで1人気2着、ん？もう一回ダートで1人気5馬身差1着、待てー。ブライレイで半枚ということは、母父オルフェーブルということです。母父オルフェで草。いやそうだったなって今更思い出したけども。父親もカナロアだからどっちでもおかしくないのがまた。確かにマルペンサおばあちゃんは現役時代アルゼンチンの芝ダート G1 を参照してるけどさ。マルペンサって確かアルゼンチンでしょ。あそこの三冠は貧言混合ともにダートと芝どっちも走るからどっちもいける馬作ってるとか。言うてブラメンテもカナロアも芝だ兼用の馬出してるからな。エピファつけてもダート走ったらもう母父のせいにするしかない。マルケッサが謎馬製造品馬になってる。恐ろしい話をするとマルケッサ3区はまだエレイデとバロネッサしかいないので現状は変態率 100% ということです。ただ一つわかるのは子供はでかく出るということ、妹も500キロオーバー。ラララちゃーみたくムチムチ、とかじゃなくシンプルにボバっぽい体つきになってきてて草。もしかしたら脅威エレイデよりでかいんじゃないか？マルケッサは父に似てやや小柄だけど子供たちは祖母マルペンサの血ででっかいからパワーも兼ね備えてるのかな。この子らの下がブラヒンバとシルステヒンバなのか。どっちもありそう。まあ未勝利戦はステータスの暴力で勝ち上がったけど、2戦目からは馬場適正がないと勝てないってのは普通にあることだし。でも全然そうも普通に芝2戦走って2着なんだよな。突然前走ダートに行ってこっちも2着だからもうわからん。芝、だでも上位人気なの馬剣士ちゃんとよく見てて笑いを耐えきれない。エレイデの半枚出しで許されてる感ある。うお、馬体が化け物、で永遠に高人気を取り続けてる。走りも強いし末脚もあるからね。エレイデみたいに相手なりの子なんだけども。芝でも全然勝ち上がっていけそうなのになぜダートに。いやまあ走れてるけどさ。タナパクはダート成人だから得意な方で行く予定なのじゃ。キャロットもダート好きだからええやろ。芝打1800成人の後輩となればロネッサ。超ビビリでデビュー前はまともに走れるかどうか、とネガパクされレース中にボロしちゃうほど緊張しながらなんかいい感じの末脚を発揮し、素質を見せながらなんとか勝ち上がって負けながらも成長してきた子なんだ。ビビリと不器用さがネックで成長必須だが芝田不問で末脚のあるタイプなのは見てきた人は分かってたからね。貧言で全部負けて混合戦で勝ってるの芝入る。ダートでも混合戦のが勝ち方が圧倒的なのはどういうことなんだよ。まだ一勝クラスだから偶然かもしれんがたまに混合戦のペースの方が合う牝馬もいるにはいる。マルケッサの母親って誰だっけと思ってみたら里のダイヤモンドの母ちゃんのマルペンサかよ。しれっと2台連続で G1 馬輩出してるのかこの母娘。マルケッサの子供たちは母父オルフェでなんかそこだけで面白いのにおじに里のダイヤモンドさんがいるのがさらに面白い。ブライレイでのまだ未出走の前枚マリアイリダータがいるからこれから楽しみですね。よく前枚がいたなって感じよ。エレイデの出来が良かったんかな。なんかわからんけどエレイデもバロネッサも面白い馬として頑張ってほしい。エレイデはブラメンテ3区かと言われるとなんか違うとか言われてるし、オルフェ成分がなんか弾けちゃったんじゃないかと思ってる。なんだったらいずれ同じレースに出てきたら面白いんだけどね。バロネッサは1800メートルならどこでも良い可能性ない？というかこいつらの母親も割と芝ダート用途疑惑あったよね。ブライレイデってブラメンテ3区なのにローテ詰めても丈夫だし母親がよっぽど頑丈なのかな。母マルケッサ自体は3歳7月に骨折で未勝利引退。比較的足への負担が軽いダート走ってるのとステゴ系の丈夫さが覚醒遺伝したんじゃないかな。順当に昇級していく妹と賞金稼がなきゃヤバくてレースの格選んでる場合じゃない兄がどっかのダート G3 で勝ち合うところ見てみたい。